オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフよしこです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は8月第5週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは8月第5週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。G7 ビアリッツ、最終日は注目の環境問題。8月24日土曜からフランスのビアリッツにて、7カ国首脳会議 G7 が開幕しました。25日には、貿易問題や世界経済、また核問題で制裁が続くイラン問題が討議され、26日の最終日は、アマゾンの森林火災などで世界が注目する環境問題の討議が行われました。9月2日より新学期、国を挙げての一大イベント。8月27日火曜日、新学期、新学年を9月2日月曜日に控え、夏のバカンスの最終週は、子どもを抱える家庭では新学期の準備に追われ、新聞やテレビなども新学期の特集を組むなど、フランスでは新学期ムード一色です。フランス、増加する子どもの体重過剰、社会的格差の影響浮き彫り。8月28日水曜日、フランスの中学生の 18.2% が体重過剰との統計が発表されました。2001年の 15.8% から増加を続けていますが、親の社会的階層による格差の影響も顕著に現れています。フランスの高校、落第防止に始業時間遅らせ、一部で試験的に、9月に始まる新年度から、イルドフランス地域圏の5つの職業高校で、落第防止のため始業を遅らせるという施策が試験的に行われます。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回は9月2日より新学期、国を挙げての一大イベントです。8月27日火曜日、新学期、新学年を9月2日月曜日に控え、夏のバカンスの最終週は、子供を抱える家庭では新学期の準備に追われ、新聞やテレビなども新学期の特集を組むなど、フランスでは新学期ムード一色です。フランスをはじめとする欧米各国および中東諸国、中国や台湾など世界の多くの国では9月に新学年が始まります。北欧諸国の多くは他のヨーロッパの国々に比べ半月ほど早い8月中旬から下旬が新学年の始まりです。一方、4月が新学年の国は日本やパナマなど少数です。また南半球に位置するオーストラリアなどのオセアニア諸国の多くは、夏である1月が新学年の始まりとなっています。
フランスでは新学期のことをラントレと言い、多くは夏のバカンス明けの新学年の開始のことを言います。バカンスの最終週はテレビやラジオなどで頻繁にこのラントレが取り上げられ、どのように新学年の準備を行えばいいかといった特集が組まれるなど、毎年フランス人にとって一大イベントとなっています。新学期が始まる前のスーパーや文具店などでは、親が子どもたちの文房具など必要なものを買い揃えるために奔走している光景があちこちで見られます。教育省は、子どもの睡眠は公衆衛生の上で非常に重要であり、子どもの健康、効率的な学習、感情の制御に関与していると、バカンス期間中に乱れた睡眠時間を再度調整するよう呼びかけています。同省によると、3歳から5歳の子どもは、1日10時間から13時間、6歳から13歳は、9時間から11時間、そして14歳から17歳は8時間から10時間の睡眠が必要であり、寝る前にテレビを見させない、ゲームをさせないなどの工夫をし、子どもに良質な睡眠をとらせることを推奨しています。栄養学の専門家は、常に決まった時間に食事をとり、規則正しい生活リズムを体に覚えさせることを呼びかけ、昼食の3時間から4時間後にスナックなどの軽食などを取り、1日4食食べることを推奨しています。このようにこの時期各メディアは、競うように新学期、新学年の準備に対する家族の心得を特集するなど、フランスは新学期ムード一色です。今回は、アンサンブル講師の大輔先生にご執筆いただきました。大輔先生、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文はフランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では早速お聞きください。Rentrée scolaire du 2 septembre, un événement important au niveau national. Mardi 27 août, la France entre en mode rentrée scolaire lors de la dernière semaine de vacances d'été.La rentrée est prévue pour lundi prochain, le 2 septembre. Dans les familles avec des enfants, la rentrée est le sujet de conversation principale, tout comme les journaux et les programmes télévisés. En Europe et aux États-Unis, notamment en France,Dans les pays du Moyen-Orient et dans de nombreux pays du monde tels que la Chine et Taïwan, la rentrée scolaire commence en septembre. Dans de nombreux pays nordiques, le début de la nouvelle année scolaire commence à la mi-août.Environ un demi-mois plus tôt que dans les autres pays européens. D'autre part, il y a aussi un petit nombre de pays tels que le Japon et Panama où la rentrée scolaire se passe en avril. Aussi, dans beaucoup de paysd'Océanie, comme l'Australie, située dans l'hémisphère sud, la rentrée se passe en janvier, c'est-à-dire en plein été. En France,
Le début de la nouvelle année scolaire s'appelle la rentrée, ce qui signifie le retour à l'école après les vacances d'été. Au cours de la dernière semaine de vacances, cette rentrée est présentée à la télévision et à la radio pour expliquer comment la préparer. Il s'agit chaque année d'un événement important pour les Français. Avant la rentrée, dans les supermarchés et les papeteries, on peut toujours apercevoir des parents se ruant sur les choses nécessaires à acheter, telles que les fournitures scolaires pour enfants. Selon le ministère de l'Éducation, le sommeil de l'enfant est un enjeu de santé publique. Il contribue à son bien-être, à la bonne acquisition des apprentissages, à la maîtrise de ses émotions. Ils appellent ainsi les gens à régler à nouveau leur temps de sommeil perturbé pendant les vacances. Selon le ministère, les enfants âgés de 3 à 5 ans ont besoin de 10 à 13 heures de sommeil par jour. Ceux de 6 à 13 ans ont besoin de 9 à 11 heures. Et ceux de 14 à 17 ans, de 8 à 10 heures. Il est recommandé d'éviter les écrans ou les jeux avant de dormir, ces derniers ayant un impact négatif sur la qualité du sommeil. Une spécialiste de la nutrition recommande de toujours prendre les repas à une heure fixe, invitant le corps à se rappeler un rythme de vie régulier, avec 4 repas par jour, dont un goûter 3 ou 4 heures après le déjeuner. De cette manière, la France est dans l'ambiance de la rentrée. Chaque média met en vedette les connaissances des familles en matière de préparation de la rentrée scolaire. セバスチャン先生、ありがとうございました。2ヶ月にわたる長い夏のバカンスの間、ひっそりと静まり返っていた各地の学校に、子どもたちのにぎやかな声が戻ってきましたね。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方はオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では 96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容はディクテ教科、発音教科、翻訳教科、そして会話教科という4
4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、 iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは、毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。